ディズニーアニマルキングダム写真展の開催がこの件を指します。TBS トピックス読んでみた。皆さんこんにちは、 TBS アナウンサー喜入智博です。まずは今回のラインナップです。丸ごと1時間スペシャル、ディズニーアニマルキングダム、登場人物の一瞬を切り取った写真展開催、マジックにおまけもあります。それではどうぞ。最初はこちら、サンドイッチマンの動物園飼育員さんプレゼン合戦ズーワングランプリ。アメリカ・フロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの4大テーマパークの一つ、ディズニー・アニマル・キングダムをなんと日本のテレビ番組で初めて丸ごと1時間の特集でお送りします。ワクワクしますで内容を読んでいきます。今回のスタジオゲストはディズニー大好きの藤本敏史さんとハリセンボン。近藤春菜さんは絶対行こう、藤本さんは春菜より先に行こうと超ノリノリ。そしてディズニー大好き山之内すずさんと動物研究家のパンク町田さんが現地をリポート。2人は日本では見ることができない激レア動物に出会い、ディズニーワールドならではの展示方法に驚きます。世界中の珍しい鳥が20種類以上見られるバードショー、フェザードフレンズインフライトでは人間と鳥の親密さに感動。さらに伝統的なアフリカの村落をモチーフにしたディズニー直営ホテル、ディズニーアニマルキングダムロッジの部屋からはキリン、ヌー、シマウマなどの姿が。藤本さんは本当泊まってみたいと大興奮。ズーワングランプリは13日火曜夜7時からの放送です。目指せ100ズーの王。もう一つこちら、ドラマストリーム階段下のゴッホ、格差も壁も乗り越え自分らしく生きるヒューマンラブストーリー階段下のゴッホ。今回ルミネスト新宿のザ・パーク新宿にて写真展の開催が決まりました。ご紹介します。撮影現場に寄り添い階段下のゴッホで生きる人物たちのスチール撮影を務めたのは山本直人さんと宇野美久さん。登場人物たちの一瞬を切り取った数々の美しい写真が撮影されました。公式 SNS でもお二人による美しいスチールオフショットを多数公開中ですが、今回の写真展では未公開を含む十数点を抜粋し展示。またレモンや馬と鹿といったミュージックビデオの監督で知られ第一線で活躍している映像作家山田智和さんによる美麗なビジュアルも B2 サイズで公開されます。ドラマストリーム階段下のゴッホは20日火曜深夜0時58分からのスタートです。またご紹介した写真展は9月15日から10月19日までルミネスト新宿8階のザ・パーク新宿にて展示されます。こちらもお楽しみに。聞いてろマジックしてみた。バチ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 。今回は小物を使います。箱の中に星を入れました。そして蓋をします。さらに穴が開いているのでこの剣を刺します。そうするともう剣が完全に刺さっています。ですか。で今剣に星は刺さっていませんが、いきますよ。一瞬で剣に星が入りました。ということで TBS トピックス読んでみた、喜入智博がお送りしました。バイバイ。最近今写真カメラ持ってきたけどさ、やっぱ写真にさハマっててさ、なんかこの前プロの人に聞いたら、まずは太陽光と仲良くなることだね。ちょっと時間かかりそうですね。すごい。